5月号5級から新規から5級の方の課題を説明いたします。前回もキリッとした線で書きましょうということを申し上げました。今回もそうです。そして今回は気質が多いです。非常にキリッとした気質を気にして書いてください。そこをしっかりとキリッと書こうというふうな目標を立てて書きましょう。またこちらを必ず確認してください。腸の書き順を間違えている方は多くいらっしゃいます。1画目は縦です。そしてこの8画目を奥村先生がおっしゃっているように強調して、ここに揃えて、ここで右払いが始まると綺麗です。あまり右側を落とさないように。そしてこちらの形は、奥村先生がおっしゃっているように垂れとその中に入る内部、下部ですね。これの中心がずれています。垂れの中心はここでしょうけれど、下の部分だけで言うとここが中心です。これだけずれますね。そのことをはっきり把握して書かないと、うまく字が収まらないと思います。では行きます。1画目も2画目と隠れて、気質は隠れてしまいますが、これもキリッと書きましょう。このここに2画目が隠れますが、キリッと言える。次もしっかりキリリと。ここもキリッと。だんだん筆圧をこちらに向けてかけてきます。抜くところまで、ここまで筆をきちんと気にして動かす。しっかり突き返して追い返し、内側に少し入れていきましょう。ここで出来上がる火の部分は縦長に見えるように描きましょう。突き返して鮮やかに。